国頭サンゴめちゃくちゃ綺麗で、まあ、僕西表で15年やってて、あっちもすごい綺麗なんですけども、やっぱりこう船を使っていろんなとこに行かないと綺麗なとこに行けないんですね。だけどここ本当陸から入ってすぐ綺麗なん でしかも誰も知らないですよ。こっちに住んでるあの人も知らないですし、まあ全然潜らずにプカプカこうライフジャケットつけてね浮いてるって人たちも、もうそれでそれがいいっていう人たちもいるんで、そういう人たちはもうビーチから入ってすぐもう 2,3 歩でサンゴがわーっとあるとこもあるんで、チャプチャプこう上でね見てるっていう人たちもいますし、逆にもっとこうガツガツ潜りたい人たちもいるんで、ちょっとしたこう洞窟みたいなとこもくぐれるようなところもあるんで、そういうとこ案内したりとかしますね。まあそういうふうなこうすごくバランスよくは遊べます。そんな中でちょっとふざけたことというか、もうひとひねりさ遊びも取り入れて、やってます。ちょっと他にはないなんかシュールな映像を結構こだわって海の中で撮ってるんです。まあね、サンゴとかすごい、こっち綺麗なんで、それで来てくれてる人もいっぱいいるんですけど、それプラスアルファでやっぱりなんかこう僕がずっと同じようなねガイドしてると飽きちゃうっていうのもあるんで、もう僕からいろいろこうやってます。お客さんを撮らせていただいてるような感じでやってますね。別に何だろう、インスタ映えを狙ってるわけじゃないんですけど、なんかやっぱやってて楽しいし、そっちの方がこう遊び方が広がっていくっていうか、一辺倒だと面白くないと思うんで、無限にこう遊び方があるんじゃないかなと思ってます。写真が全てじゃないんですけども、結構それをこう求めてきてくれるお客さんがやっぱうちは多いので、もちろんその中に国頭のねこのさ綺麗なサンゴも写って、綺麗に泳いでくれるっていうのが写ったら、お客さんも喜んでくれるし、この国頭のアピールにもねなるんで、それがやっぱ嬉しいですね。